フランク、セットポジション。肩の真下にいて、股関節の真下に膝を置きます。横から見て、後頭部、肩甲骨の間、お尻までが一直線になるようにします。片足ずつ後ろに伸ばし、背中がまっすぐに伸びた状態を保ちましょう。余裕のある方は、片足ずつ床から足を持ち上げます。効果、お腹、背中、お尻の引き締め。ポイントは、体の中心軸を保ったまま足を上げましょう。足を上げるときに腰が反ってしまう方は、プランクポジションを取る練習から行いましょう。手首が痛くなる方は、肘つきで行いましょう。また、肘つきは、よりお腹への強度は上がるので、チャレンジエクササイズとして行ってみましょう。回数は5回から8回繰り返します。エクササイズがうまくできているかは、次回スタジオにお越しの際に、スタッフと一緒に確認しましょう。